になった。もうすぐ帰るから。あなたさえいなければ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、もしもし。送ってくれた黒田美香の情報を確認した。でもまだ全然足りない。もっと決定的な証拠が欲しい。うん、桜井徹の方は私がやるから。じは精神的に追い詰めれば私がトールと別れるとでも思ってんのかしらね。確実なの？トールさんが浮気してるって。絶対他の女と会ってる。だってあいつは。あいつは？とにかくこの広瀬かなたって女が浮気相手だと美香さんは思ってんのね。それはない。え？じゃあこの広瀬かなたって誰？美香さん大丈夫？苦手なの赤ちゃん。どうでもいいでしょ。早くこのくだらない嫌がらせしてるやつを探し出して。了解。ごめん、遅くなった。お仕事お疲れ様です。お邪魔していいかな？はい、もちろん。ありがとう。狭い部屋ですけどゆっくりしてってください。ありがとう。さあ、あったかいうちに。いただきます。いただきます。この味。あ、しょっぱかったですか？いや。好きなんだよな、かなたの味噌汁。隠し味があるの。実はね。生姜。隠し味バレちゃいましたね。お口に合いませんでしたか？ごめん。少しだけ交差して。私明日バイト休みなんです。トールさん、ごめん。君のことは大切にしたいんだ。食べようか。
ありがとう。もうここでいいよ。ごめんなさい、私が呼んじゃったのに。日向さんといるととても落ち着く。はい、私もそう思ってます。さっきの言葉嘘じゃないから、本当に大切にしたいと思ってる。それは信じて。はい。信じてほしい。大切にするって。表せる。二人で結婚記念日の旅行中に事故に遭うなんて。かわいそうに。これからはどうすったろう。かわいそうだと思うなら、あんた引き取ってあげたら。かなたちゃん就職したばっかりでしょ。無理言わないでよ。大丈夫です。ひなたは私と暮らします。私が守ります。お姉ちゃん、お姉ちゃんごめんね、私のせいで。ひなたおいで、おいで。あなたはお姉ちゃんが守るから。じゃあ食べよっか。ごめん、ちょっとしょっぱいね。おいしいよ。しょっぱくても一緒に食べるとおいしいね。お姉ちゃんには絶対に幸せになってほしかった。日向へ。この手紙が届く頃、私はもうあなたのそばにはいないかもしれません。やっと彼と私、日向と赤ちゃん、みんなで幸せになれると思っていたのに、私は彼、桜井徹に裏切られていたようです。忘れてたよ。朝までイチャイチャしすぎたね。うん、ポスト入れとく。501でいいんだよね。いいの、トールは出張で疲れてるんだから。ミカがまた朝まで。信じていた人に裏切られることはこんなにも惨めで悲しいことなんだとあの日知りました。そして私は全てを失いました。トールもお腹の赤ちゃんも。感じたのは彼女黒田美香の甘い香り。彼女は私から全てを奪った。私は今怒りと悲しみで頭がどうにかなってしまいそうで。もう疲れた。お母さんとお父さんに会いたい。赤ちゃんに会いたい。一人にしてしまってごめんなさい。ひなた。
よ。心配したでしょ？連絡取れないから。ごめん。誰？この女。話しただろ。怪我をさせてしまった子。腕がまだ痛むみたいだから、いろいろ手伝ってる。信じられるわけないでしょ。ミカ。だって私とも浮気から始まったんだから。やめてくれよ。会社の前だぞ。あんたが悪いんでしょ。この子は私に嫌がらせしてるのよ。は？広瀬カナダの名前使って。やめろ。名前を軽々しく口にするのはやめてくれ。それに彼女はそんなことする子じゃない。かばうの？違うって。じゃあ昨日どこにいたのか説明して。私婚約者よ。いい加減にしろよ。結婚の話だって君が勝手に進めて。はぁ？桜井部長、おはようございます。こちらは？はじめまして。今度私たち結婚するんです。え？そうなのか？初めて聞いたが。言ってなかったの？ああ、そうだ。今度うちでやるホームパーティーに彼女も呼んだらどうだ。いや、ですが。ありがとうございます。遅れるぞ。はい。絶対に別れないからね。部長。お？先ほどはお恥ずかしいところをお見せしてしまって。痴話喧嘩を会社に持ち込むなよ。申し訳ございません。ま、結婚前ってのはいろいろあるから仕方ないけどな。そう、家を出たの。気づかれてない？へえ。殺さなきゃ何だってしていいわよ。思い知らせてやらなくちゃね。人の男に手を出すとどうなるか。場所から少し離れてしまいました。今私がいる場所を送ります。ごめん、今日残業なんだ。本当に？なら家で待ってる。部長さんのホームパーティーのおもたせの相談もしたいし。ミカ、そのことなんだけど。そろそろ本気で式の準備もしないとね。話を聞いてくれ。結婚のことをもう一度ちゃんと考えて。なるほど、それが返事ね。は？わかったわ。ミカ？ミカ？私の幸せを邪魔するから悪いのよ。日向さん。
何が狙いだ。日向さん、トールさん、大丈夫？知ってる顔だった？なんで私のこと追いかけて。怖かったです。一人にしないで。一人になんてしない。俺が君を守るから。本当にいいの？トールさんならって思ったんです。初めて会った時からずっと。どうだった？白だったか黒だったか聞いてんのよ。多分あの子じゃないと思うな。は？嫌がらせとかそんなことする度胸なさそう。すいません。え、美香さん、ちょっと美香さん、そんなに自分の婚約者に浮気してて欲しかった？はあ。信じたら自分の男。無理よ。わかるのよ、トールのあの感じ。私と浮気してた時と同じだから。あんた何が目的？は？見返りがないから適当にやってんの？見返りならあるよ。不幸な美人ってエロいよね。どいつもこいつもバカにして。別にそうじゃないけど、まあいいや。婚約者にちゃんとセックスしてもらいなね。セックスしてもらう。相手は私が選ぶのよ。ほんと無防備。そんなんだから大事なものも守れない。守ってほしかったよね、お姉ちゃん。それで元カノから彼氏奪ったんだ。妊娠してたみたいだけど階段から落ちてダメになったみたい。それが広瀬かなたってわけ？
気の毒だけど、それでダメになる関係だったってことでしょ。怖い女だな。え？何なの？ここまで来てやらないの？欲しいもんはもらったから。え？それにね、俺好きな女しか抱けないから。お帰り。桜井とるの会社 PC のパスも仕事のデータも手に入れたよ。私のこと信じきっちゃってさ。コウタ？あいつに抱かれる必要あったのか。みたいだけど、カナネの男に階段から落ちてダメになったみたい。それが広瀬カナだってわけ。あいつらを地獄に落とすためなら私は自分の全部を使う。コウタだってそうでしょ。ここまで来てやらないの？欲しいもんをもらったから。それにね、俺好きな女しか抱けないから。俺はお前のためなら何でもできる。コウタ。僕の全部終わってから。お姉ちゃんは自殺じゃない。絶対幸せになってやるんだから。名前だけじゃなくて全部好きだよ。俺の人生めちゃくちゃにしてから別れるつもりだったんだな。私こいつらのこと殺すよ。結構やられましたね。痛いですか？痛いです。これやるんだったらまあ